はい、今回は三浦春馬さんについて、えー、語る又吉京太という人物、こちらについてですね、えー、考えて、えー、お伝えしていこうと思います、えー。今回もよろしくお願いいたします。 最初にお伝えしますが僕はこの又吉京太っていう人をあまりよく知らないんですが有名な人みたいでちょっと聞かれたこともあるんで調べたことを思うことっていうのがありましてなんて言うんでしょう考え方がね重複僕も同じことを思うところもあるんですがちょっとおかしいなと思うところもあるんでそちらの件を分かる限りなんですがお伝えしていこうと思います。ここのの三春馬さんについいてて語るっう 方ですねこの方っていうのとこの,この方はまずどういったスタンスなのかっていうとね、まあ、自らなのかまるされたのか、まあ、生きているのかっていう話で自らでもなければ生きていることもないと丸るされたっていうスタンスなんでまあ、僕もそれはまあ同じな,なんですよ。でまあ至るところに例えば話の出てくるねそ,その例えば。 D 〇〇、えー、マルトの話もも、まあ、それも同じなんですよただまず引っかかることがありまして、えー、証拠を持ってるっていうことを言うんですよねさすがに嘘なんじゃないかなと思ってねで僕はもう証拠なんて持ってないですから調べて思うことっていうのはいろいろありますし思うことっていうのはありますけど <laughs> この件の背後には d 〇〇○マルトがいるとかね、まあ、そういったものはずっと思ってるわけですよしかし証拠を持ってるか持ってないかってい僕は証拠を持っていないで、えー、この方も証拠を持ってるって 多分嘘なんだと思いますね逆があって証拠をもし持ってるんだったら証拠を提出してもらいたいと思うんですよ。まあ、僕も、まああのね、リスナー様も三浦春馬さんのファンの方も多くいらっしゃるんで。 事件の真相解明を望むわけじゃないですかで証拠を持ってるんであれば証拠を出してもらいたいと思うんですよ。で僕がお伝えさせていただく話っていうのはいろいろ調べたあの、まあ、解釈、憶測であり、まあ、僕はこうだなとは思っていますけど証拠はありませんので、えー、まあ、こちらを聞かれたんでまず、えー、お答えします。で、えー、よくわからないんですが調べてみたんですがこの又吉京太っていう方は 元神奈川県の、ねえー、い磯子かなのその警察官をされていたっていうこと方みたいなんですよ。もともと警察官で、えー、その後ですね、今は会社を経営されているっていうことなんですが、その経営されてる会社のですね出資かな、傘下に入ってるのが、あ、うーん、ずのところらしいんですよ。それもなんかちょっと引っかかるじゃないですか。 別のね僕は本当のことを知らないから分からないですけどでまあ、こ,のこの方とかにまあ結構注目が集まるみたいなんで同じところはありますけど思うところねだ例えば「ねえー、大丸まの資金をね、えー、まあ三浦春馬さんが調べていたとか、えー、あのグラムを調べていたとか「ぞ、えー、うまる」ゾー丸の話を調べていたとかそういったことは思うんですけどただあの,そのどう一つあの考えても証拠を持っているというところが引っかかる。で そこがまあ嘘なんじゃないかっていうことを思うんですが、まあ、それ以外にはね、えー、まあいいことをおっしゃってるとは思うんですよその日,本語の日本の戦後の,お、まあその構造をおっしゃっていたりアメリカの間、ね、接、えー、支配にあっているということで,でそのアメリカの間接支配をわからないようにして、えーまあ、あ日本人と似ている、えー、外国の人が間接支配間接統治をしているとかそういったところの話っていうのはあの共感するところ同じところはあるんですが、まあ、ちょっと証拠を持ってるっていうのが 引っかかるしあとこの又吉京太っていう方は何をおっしゃってるのかっていうと、ね、こ,のこの件三浦春真さんのこの件に関してですね、えー、もうズバッと名前を出してねその政治家が支持したとかで実行犯は半グレだとかっていうんですけど僕はあのそ,そうは思わないんで、うん、僕は全然ちょっとまあもちろん証拠はないですけどあのそのね D○○○ 〇〇とのお、まあ、関与関連のその傘下の人間だと思うんでちょ,ちょっとそれは分からないし。 まあ,あの違うんで、それ以上はあ言いません。で、この又吉京太っていう人はあのいくつか調べたら、ね、えー、この片山徹っていう人いるじゃないですか、この人を支持してるみたいなんで、僕はこの片山徹っていう人は指示してないんで、えー、至るところに、えー、話のなんか矛盾があるんで、で、この片山徹っていう人も実行犯はね、その半グレーだとかなんとかって言ってますけど、まあ,あの、おかしいと思うんでね。で、まあ、ここから話す話って言ったら別に、まあ、本人というか別に僕には全く関係ないんで、えー、この又吉京太っていう方の、 まあ自由なことだと思うんですけどこの方あのまあ、会社経営をされながらまあ、いろんな知識があるんでしょうね自分で本をあの出されているみたいなんでそのあの本をあのねそのねそ動画内とかで宣伝してるんですけど666円っていう値段がおかしいんですね666円でね、えー、666っていう悪魔の数字ですからなんでそういった値段につけるのかっていうのも全くわからない。 うん、でこ,こちらのまことについて思われる方がいらっしゃるみたいなんで、まあ、僕はあの同じ考えのところはありますが、うん、ちょっと違和感があるところもあるし、えー、あの一番違和感があるっていうのはね、えー、この証拠を持っているっていうことを本人がおっしゃってるってことね証拠を持っているとかね、うん、証拠を持っている。 ないですかねわし証拠を持ってるとかって言ってるみたいですけどまあうだろうなと思うっていうことで、まあ、もし本当に持ってらっしゃるんでしたら出していただいてね、えー、その真相解明の手がかりになっていただきたいとまあ思いますっていうことで、えー、まあ三浦春馬さんの件ですね、えー、真相が明らかになることを、まあ、願っております、まあ、ちょっと今回はですねこの又吉京太っていう方について、えー、分かる限りなんですが調べてお伝えしてみましたまあ何かしらご参考になっていただけるものがあれば何よりです最後まで聞いていただき きましてありがとうございました。失礼いたします。